そいや。落ちるゼルね。来るかな。普通に強いパーティーっぽいね。ハマるやつはまあ多めかな、俺は。落ちるな、足でのハマんねんな。さあどうしよっかな。ゴチルゼルいい味出しすぎ。あとはね、ゴチル誘ってるだけかもしれへんねんけどね。初戦はちょっと様子見か。ちょっと初戦はゴチルゼルをちゃんと出す人かどうかですね。さあお願いします。切り替えていこう。切り替えていこう。ウーラを即興って、まあまあ出し負けの一手ではあるけど、一撃な。タスキはこれで割れたな。エース番考えると、メミッキはもうエース番12やな。アイアンヘッド2体可能。ハチマキじゃなさそうだね。ハチマキではないな。ハチマキではないな。アイアンヘッドってなんで入ってんのかな。なんでアイアンヘッドなんやろ。なんでアイアンヘッドやろ。何か切ってるな。カウンターがないんかな。強打打てるけどな。願望ですね、これは。オッケー。打ち分けできるってことは不意もあるな。ゴチルゼル見せポケやと思うねんけど、ダイマ切るとビミッキが裏から出てくるとしんどいか。切るの早いか。いや待てよ、おっつけ。ビミッキ引き大丈夫、それは見てからで動けばいいわ。あとは身代わりとか考えると不意打ち押せへんかなってところやけど、さすがに構築、対戦相手の構築ぐらい見てると思うねんな。押してないか、オッケー。直帰ではないね、オッケー。ひとまず重めなすやつは突破。ゴチルゼルは重く出してないから、なんなら腐ってるけど多分出してないんだよな。結局ブラフに入れてるだけやと思うんですよね。さあ出てくるわ。ゴチルゼルは腐らしてる戦術をしてるから。エスパン、不意打ち
届かないはず。玉ダメ、玉、これは玉だ。で、多分普通に行くと裏はヒヨさんのこと考えると多分ミミッキュだね。ミミッキュがいるはず。ミミックでしょう。うん。残してたら意味ないな。影。さあ問題はこの多分ね、このミミッキュは絶対悪鬼なんだよね。砂が入るとチーラの構造ができへんな。いや大丈夫だ。多分ドレパンミミッキュやと思うんですよね、この構築に入るなら。弾か分からんけどね。あ、これはガンプだね。大魔キル。ま、待ってよ。でもな、これ厳しいな。ナックルをしてるかいな。いや、これはね、結構厳しいと思う。マザはフェアリーか。まだ負けあるよね、これね。皮が残ってるからね。さあ、問題はここからか。絶対アッキーやと思うねんけどね。ここからは行動やな。ここからは僕の行動次第か。ダメ系して、ちょっと場に出す。つながるのは、ラスターンのここの選択肢か。ここ次第、ここ次第ですね。いやーね、フェア予選だよね。タスキフェアでしょうね。つなげた、つなげた、つなげた、つなげたぞ。ちょ、あた、ちょ、頼む、あと、当ててね、当ててね、当ててね。オッケー、オッケー、オッケー。正しいプレイングをしていれば、
運もついてくるはず。で、どうさっき違うんか。落ちるよな。ただ相手ね、身代わり見てるからね、落ちんねんな普通。こっからのライン B 振ってて HB 特化でもこっから落ちるはずやから。ただアッキーちゃうかったよね。ちゃうよな。いやこれは殴っていいだろ。よっしゃ、オッケー、まくった。さてと、いきますか。2戦目ゴチルゼル、やっぱ出てこんでしょ。出せないだけか分からんけど。ゴチルゼル一生出さんまであんねんな。一生出さんまであんねんな。変えてくるかな、選出。エース1しんどかったら見たはずやから、基本一緒でいいと思うねんな。じゃあミミッケの型が分からへんのよね。さっと、多分このまま楽にかざしてくれへんやろうな。お願いします。一生ここはね、コード変えてきそうなんだよな。バンギのタスキを残すべきがステロを優先するかやな。うんうん、ここのコード一緒やな。タスキをアイアンヘッドで見てきてる人や。スキをアイアンヘッドで見てきてる。挑発を見てから動き直せば OK やから、挑発を見てから動き直せば OK やから、いい、 OK。 さあ問題は吸収に当たるかどうかかな。ただね、ウーラオス削るだけでいいんで。そこんだけ削れば十分やな。同じ性質ちゃうかな。アホーさんちゃうわ、ヒヨさん的に。さあ落ちるかどうか。よく踏ん張った。アホーさんこのバルジ絶対、アホーさんちゃうわ、めっちゃ間違えてまう。ヒヨさん絶対このバルジが重いと思う。
絶対重いと思う。さあここね、甘えちゃダメなターンなんだよな。さあこっからだ。あの鉄壁一回積むとエースバーンもゴリランダもバルジで完封できる。この盤面ができたら絶対ゴチルいないっしょ。いる？いないな。これ積んでるだろ、これ積んでるだろ。悪いけどごめん、情けかけんよ。俺手加減知らんからな。剣舞だけか負け筋か。ちなみにこのバルジーナは陽気ダイジェット抜きをしてる、ダイジェット抜きをしてるんでバルジーが基本上を取るはず。オッケーオッケー、これは剣舞をしてくるならこれで手厚くはず。剣舞しろと思うか。まあまあこれで5つ目入るね。オッケーオッケー、素早さ上やな。これバルジーめっちゃ重いわ。バルジー絶対重たいよ、これバルジー絶対重たいと思う。問題はこれでゴチルがいるかやね。勝ったっしょ。特殊型かな、弾やったからな。特殊型かな。特殊型あるよな。毒安定。これは積んでる、これは積んでる、これは積んでる、これは積んでるはず。急所だけかな。これは積んでるはず。これは積んでる。なんならこれはエースバーン削ったらこっちのエースバーンで勝ち。鉄壁を吸う余裕はあるけど、羽安定かな。オッケー、よし受かってる、受かってる。これはエースバーンをいい感じに削って、ジェットさえ積まれなければこっちのエースバーンの台まで切り返して勝ちのはず。なんなら番組に助け残ってる。そしてグラスフィールドありがとうございます。悪いけど拾う。俺はまだこの界隈で行きたいんでね。下級 OK、 よし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 、これで火炎ボールのダメージはさらに受かる。イカ様安定かな。これでイカ様でエースバーン誰か1匹落ちるはずやから、よしよしよし。これは戦術バルジュ刺さった。やっぱこれが結論パ感あるな。これが結論パ感すごいな。さあ追い込んだ。急所の被弾考えるとこれはイカ様をした方がいいね。エースバーン一角落としてエースまで詰めればいいから、これは急所の被弾考えると羽は握手だ。ここはイカ様でもう一角落とす。ふざけんな。まああんま大丈夫や、大丈夫やと思うけどね、大丈夫やと思うけどね。イカ様大丈夫、このでプラス毒で落ちる。オッケー、よしオッケー、エースバーンで勝ちだ。まあまあ耐えたら偉いよねってことで羽かな。
さて8勝もらおうかな。頼む、このいい対戦がランクマに来てくれ頼む、この対戦内容がランクマに来て、ランクバトルの方に流れてきてくれ。今日フレゼン全部まあまあ神試合やろこれ。勝ちワンテやな、ナクロス必要ない。はあ、いやでもね、アフォーさんちゃうわ、レフさんの言葉が割と引き金になった感ある。あの人には感謝だね。レフさんの一言が割と引き金になった感ある。これはさすがに素早さ関係さっき確認したからな、下級連打で勝ちだ。オッケー討伐隊全員撃破はあ、レフさん起きてるか。大変ありがとうございました。